タルミ鉄道とと10系ディーゼル機関車は、1984年10月から2006年にかけて使用されたタルミ鉄道のディーゼル機関車である。心臓、譲り受けによって、同系のタルミ鉄道とと11系ディーゼル機関車と合わせて軽古量が導入され、両形式は共通に運用された。本校には、都と11型についても記載する。 タルミ鉄道が開業に際し、住友大阪セメント、岐阜工場で生産されるセメント輸送と、ラッシュ時の旅客列車県引用として心臓及び、キヌーラ臨海鉄道からの譲り受けで、都度101、102、103の3両を準備した65、東急セミセンターキャブのディーゼル機関車で、いずれも日本国有鉄道で重系ディーゼル機関車と同型である。 1988年に日本国有鉄道生産事業団からで10計1両を購入して都度105とし、1992年には性能鉄道からで10型を購入して都度113とする一方、1992年には都度103が高崎運輸に売却された。製造時期、製造時の使用によってエンジン出力、台車形式、 蒸気発生装置有無などの相違があるが、全車共通に使用された。都度10型と都度11型は同型である。最末期には、全車が異なる塗装とされていた。2006年3月に、タルミ鉄道が貨物営業を廃止したため、2007年4月までに、全車廃車された。都度10系、都度11型には、自社発注の新造車、 キヌーラ臨海鉄道六65系の譲り受け車、国鉄で10型として製造されたものがあるが、いずれも国鉄で10型と同系の1エンジン搭載、工事駆動、液体変速式セミセンターキャブのディーゼル機関車である。エンジンが搭載されている側と反対側ではボンネットの長さが異なり、高さもわずかに異なっている。一エンド側ボンネットにはエンジン、 冷却装置、変速機などが、2エンド側ボンネットには、空気ダメとコンクリート製の支柱が搭載されているが、SG 装備の都度105では、支柱がなく、同じ場所に、SG が積まれている。SG 装備の都度105の運転席床下,下には、水タンクが、SG 非装備車の都度101,102,103では、コンクリート製、都度113では、後半製の支柱が搭載された。 製造時が同じ国鉄で重軽団地仕様と同様の外観を持つがで重軽自体の外観変化が微小であるため、タルミ鉄道の5両にも外観上の変化はほとんどない。国鉄で重0型では1966年から1970年に製造された車両は出力9 1 9ットの DML61 ザエンジンを装備したが、 1969年の一部以降の製造者は出力 993kW の DML61ZB に変更されているため、1984年製のトド101、1975年製のトド102、1977年製造の103は DML61ZB を、1969年製のトド105、 トド113は DML61 座を装備する。トド101、102、103は国鉄での車歴を持たないが、DML61ZB エンジン装備、SG なしのため、国鉄で10型では1500番台に相当する。変速機は DD51K 用ホイト式 DW2A をもとに入れ替えし技を想定した低速弾と、 本線走行を想定した高速弾の2段変速機能を備えた3ステージの DW6 液体変速機が全車に搭載された。制動装置はブレーキ弁の角度で自動的に圧力を調整できるセルフラップ機能を備えた DL15 バイトである。2エンドガー台車は二軸式で無心皿、内軸箱式の DT131E が全車で使用されている。 一エンドガー台車は三軸式で、曲線通過時の大圧低減のため、各軸が独立して喧嘩されており、都度101,102,103は構造を簡略化した DT141、製造の古い都度105、都度113は DT131E である。高崎運輸に譲渡された後の都度103,1984年10月のタルミ鉄道開業にあたって、 心臓と譲り受けによって、都度101、102、103の3両が準備され、大垣駅元末期間の貨物列車4往復と朝、ラッシュ時の旅客列車1往復の牽引用として使用された。都度101はデジューと同形態のディーゼル機関車としては最後に製造されたものである。一部貨物列車は従連で運転された。小海駅。 タルミ間が1989年3月25日に開業し、沿線の薄墨桜県物輸送用の臨時列車を運転するため、1988年に国鉄生産事業団から一両が購入され、都度105となった。1992年には親会社である性能鉄道から一両が転入、都度11系、都度113となり、代替として、 都度103が廃車され、高崎運輸に売却された。都度113は都度103との区別のため別形式となったが、都度10型と実質的に同一形式であり、国鉄で11型とは別形式である。2003年秋以降貨物列車は、従連運転の一往復のみとなった。当初は、全車国鉄で10型と同様の塗装だったが、都度101は、 前面と運転席部分に、V 字状の白帯を巻いたものに、都度102は1990年に展望列車、薄墨ファンタジア合計引用として上半分黄色、下半分青に、ピンク色の帯を巻いた塗装に変更された。都度103は1999年に、タルミ鉄道ハイモ180から100系機動車などに、似た水色に赤と白の帯を巻いた塗装となった。 1996年に部品確保用に東海旅客鉄道からで101516、1519、1520を購入、元世紀に留置したが、で101520は整備の上1998年に高崎運輸に売却され、同社ので102520となった。2006年3月28日に、たるみ鉄道の貨物輸送が廃止されると用途を失い、 2007年4月までに全車廃車された。都度105と都度113は廃車後 JR 貨物北陸ロジスティクスに譲渡され、元世紀で部品が即売された後解体された。ありがとうございます。